体内時計の進み方はゆっくりな方だ。のんびり過ごすのが好きなので、ゆっくり流れてるかなと思います。時間が、競技場に入る時間は余裕を持つタイプでないからこそ最後慌てるというか、やっぱりコールの時間が決まってて、レースの時間が決まってるんですけど、割と自分のペースでやってしまうので、気づいたら時間がもうない、急がなきゃみたいな風になってる時が多いかなと思います。もちろんやみくもに早く動かすことが速さにつながるのであれば、そこだけでもいいんですけど、もちろん間というか伸びやかにっていうところでは時間が止まるような感覚、止まってるけど体は進んでるみたいな感覚っていうものは、私の中での 100m では必要なのかなと思ってるところでは。